全国のジジイとババアよ、諦めるのはまだ早い。友のピンチに76歳の年寄りがゲートボール大会で優勝を目指す。ゲートボール桜組、行くぞ。お前らの価値はもうないわ。どっちも頑張れ。人生には遅すぎることなんて一つもない。行け、それ行け、ゲートボール桜組。